では足立さんからお願いします。はい、えー、こちらになります。えー、まあ一番が、えー、人口減少子育て支援ですね。で、私はやっぱりあの政治っていうのは何のためにあるかというと、やはり弱い立場の人困っている立場の人のためにまあ政治があると考えています。まあそもそもそういう弱者をですね生まないということもまあ政治の大事な役割なんですけれども。 まあそうした中でですね、今いろいろとこう子育て苦労されている、まあ、お母さん方、お父さん方もいらっしゃいます。まあやはりそういったお父さんお母さん、そして子供をですね、やはりまあ養育、まあ、社会で支えていくこと、まあそれがやはり非常に重要だと思っていますし、まあその後の福祉の政策を上げているのはやはり障害のある方もですね、まあやはり。 外に出て働きたい就労したいとまあそういった思いもあります。まああのベッフには太陽の家がありますけれども、まああのまあなんですかね、えー、まあノーチャリティーバッタチャンスということで、まあ福祉よりもあのやはりチャンスをというまああります。まあそういったものをこう実践しているところもありますので、まあぜひ見習ってですね、そういう障害者の方も社会で活躍するまあそういった社会をあの作っていきたいと思っております。 そしてやはりまああのお父さんお母さんたちのですねまあ孤立をしっかり防ぐまあそういう温かい社会を作るという意味でまあこういった優先順位にさせていただきました。では続きまして佐藤さんも一分半でお願いいたします。はいあの私はこういう順位にさせていただきましたあのいずれもですね大変重要な取り組みでありましてあの実はプライオリティをなかなかつけづらいんですけれども。 この中で順位をつけるとしましたらです、ね、喫緊の課題として早急に取り組まなければならない課題とそれから常にです、ね、非常に重要な課題として全力で取り組まなければならない課題というふうに分けまして喫緊の課題について1番それから常に全力で取り組まなければいけない課題というのを2番ということでま,あのまとめさせていただきました。特に最近はあのやはやり国際情勢の中で 減量だかエネルギー高、か経済物価対策というのが大変望まれますし人口減少対策子育て支援というのはまさに国を挙げての喫緊の課題となっていますこれらの課題にですねやはりプライオリティをつけて取り組まないといけないと思います片方で防災減災につきましてはこれはあの大分県もですねこの8年間でも大変苦しみましたしまた むしろその起こる前にさまざまな対応をしていくということが効果があるということが毎年1000年に1回の雨が降る中で,ですねだんだん分かってまいりましたしたがってえいろんなですね取り組みをしながらあなくあのーえー災害によりましてですね被害を受ける方そして命を落とされる方が少しでもなくなるようにまた医療福祉はこれからの高齢化社会の中で大変重要ですのでこういう取り組みをですねやはり全力でやっていく必要があるというふうに考えています。 県政の課題の優先順位についてお二人の話を伺いました。